もうじきお客様がお見えになるざます。急いでお茶の用意をするざます。宿泊者、お待たせして申し訳ございません。お嬢様はもうすぐ参りますので。いえいえ、喜ばしいことです。かのグリシン嬢が私のためにおしゃれ。まだ、何ですかこれは。新しいペットですかな。お嬢様のおたわむれざまし、平民に貴族の生活を学ばせるのだとおっしゃって。さすがはグリシン嬢、なかなか面白いことを思いつかれますな。大神、下がってよろしい。お嬢様をお呼びしなさい。
大丈夫です。無理をしてはいけませんよ。君は北王子花火と申します。あなたは？申し遅れました。自分は大神一郎さんでしょ。どうして俺の名を？お噂はクリシーヌからお聞きしていますわ。大神さんのこともいろいろと聞いています。
ダメですわ。グリシーヌに話すのときつく言われていますから。でもいいことの方が多かったと思いますわ。さんと同じでパリで勉強をしていますの。男爵である父がブルーメル家と親交があったので、こちらにお世話になっているんですわ。大神さんはどうしてメイドのお仕事を？そうだったんですか。グリシーヌらしいといえばらしいですよね。私でお答えすることができる質問でしたら。でも5本の指に入る名門貴族の方とは聞いているんですが。わかりません。グリシーヌは何も言ってくれませんので。ただ何か悩んでいることだけは確かなんですけど。宿命ですか。グリシーヌから以前聞いたことがあります。ブルーメール家の娘は完全無欠の花婿を探さなければならないと。強さと気品を持ち合わせた男性ということでしょうか。それがブルーメール家に娘として生まれた者の宿命だと。
ブルーメール家というのはこのフランスでも有数の名門貴族なんです。名門であることから歴史や伝統というものがとても尊重されていて、それでクリシーヌも家の地位と名誉を守るのが宿命だと考えているんです。クリシーヌは宿命とともに誇り高く生きていくのだと私に言いました。でも私にも彼女の本当の気持ちはわからないのです。クリシーヌなら中庭にいるはずです。彼女のことお願いしますね。失礼する。軟弱な男だ。時々思うのだ。私の人生はこのブルーメール家と一対。どちらか片方が欠けても役には立たぬ。このイヤリングのようにな。我がブルーメール家は今でこそ名門貴族を名乗ってはいるが、先祖はバイキングだったのだ。荒れ狂う海と戦い、家族と仲間を守るために生きた。それこそ本来の姿ではないか。そう思うと、地位や名誉だけを守り伝える貴族の生き方が虚しくてな。だが、私は捨てることができない。ブルーメール家の人間として貴族としての。名誉も誇りも。結局、私も家の一部なのだ。受け継いでいくものとして。
共に生きていくしかない。べきものを持たぬ貴公に一体何がわかるというのだ。私の中にブルーメール家の誇りが。すまない、失礼する。時が経つのは早いざます。あなたたちのお仕事はこれで終わりざます。誇り高き宗家において冥土を成し得たという体験は輝かしい思い出になるでしょう。エリカ、コクリコ、また働きたくなったらいつでも来ていいざますよ。今度はきちんとお作法から教えてあげるざますね。タレブーさんって意外といい人ですね。それまでにもう少しは気品と教養を磨いておくざますよ。三人とも元気でやるざますよ。ごきげんようざます。タレブーさんもごきげんよう。クリシーヌさん、お見送りに来てくれませんでしたね。ちょっと待っていただけますか。
グリシーヌは今夜舞台の方はお休みしたいそうです。明日リッシュ伯爵がお見えになるのでその準備をすると。私は、やはりブルーメール家と共に生きるしかない。貴公のようには、なれん。Oh.
まいましい人間どもめ、地べたを這いずり回り醜く生きるがいい。人間どもに貴族を名乗る資格などない。尊き存在は王たる私一人。貴族を名乗る身の程知らずどもよ、お前らは罪なのだ。罪には罰を与えねばな。死を願うほどの屈辱をな。次の標的は、ウリシーヌ・ブルーメール。その誇りに満ちた顔に屈辱を刻み込んでやる。
地上で唯一にして絶対の貴族。貴様だけは許さん。伯爵が怪人だったと。覚えておけよ。この傷の恨みは必ず晴らしてくれるからな。どういうことだ、隊長。と手加減をしたな。
私を守るためにわざと負けたというのか。だったら何だ、言ってみろ。日本の男は強いな。それが侍というものか。レオンのことが気になる。シャノワールに戻った方がよくはないか。了解。
暗くてジメジメして嫌なところですね。少しくらい工具が汚れても後で洗えば綺麗になるよ。大丈夫。なるべく汚さないようにしたいのだ。Thank you.